大阪人民をなんかこう見放すじゃないですけども、どうしようもないなっていうような声はこっちからも聞かれていて、でも今回お灸を据えられたというか、さすがにここまでボロ負けしたら改革せざるを得ないと思いますが、やっぱりなかなか難しいんですかね。難しいでしょうね。というのはね、だからもともと維新って、自民から分裂したわけじゃないですかね。自民打倒組でしょ。で、だから、なんかこう意欲のある人、優秀な人はみんないなくなっちゃったわけですよ。なるほど。ね、だからかすしか残ってないわけですよ、今の大阪自民っていうのは。とすると、これ全部ね、総取っ換えして、それに対峙するような、だから新しいなんかこう、政治勢力を作るような、新しい政党を立ち上げるぐらいの、動きがないと再生はできないんじゃないかなと。なるほど。で、まあ、維新で言うと、これまた話が飛ぶようで、最初に、おっしゃったその小池さんの話に戻るんですけど、この維新のまあアイコンとして橋下徹さんっていらっしゃるじゃないですか。で、まあ、4、5年前に、引退されて、でなんだかんだ国政に出るのかなと。で、まあ、菅さん、安倍さんとも、また松井さん、橋下さんという良好な関係築いてたんで、このどっかのタイミングでと思いつつも、今ずっとコメンテーターやられてますよね。橋下さん、政界復帰ってないんですか？いやー、どうなんですかね。ただ、今の維新っていうのは、橋本個人商店から完全に出してしまいましたから、そういう意味で言うと、今、維新の中で果たして橋本さんの居場所そのものがあるのかなあ、ってそう僕は思いういますレベルよなね。んですね。こう、傍から見る限り、やっぱり未だに、まあ、橋本さんは創設者というか、として影響力は相当大きいのかなと。実際、その吉村さん、松井さんも、橋本チルドレンというか、もう橋本さんの言うことならみたいな感じの印象があるんですけど、そうでもないんですね、やっぱり。ただその下のね、まあ国会議員もさることながら、府議、市議なんかを見ていくと、やっぱり橋本さんに対するロイヤリティとか思い入れよりも、やっぱり松井代表に対する思い入れの方が強いですよね。で、というのはですね、やっぱりね、僕は思うんだけども、パッと見た感じ、どうなんでしょう。松井代表って、なんか非常にこう、大雑把みたいなね、ところがあるんだけれども、そういうところはね、やっぱりね、政治家としては非常にこう優秀なところがあってね、私はね、一番関心したのはね、堺市長選挙ですよ。で、ここはですね、堺市長選挙に、政令指定都市なんですね。ですから、大阪市と、同格の、都市なんですけども、これなかなかですね、維新の会が取れなかったところなんですよ。だから堺市長、結果的には、大阪都構想っていうのはご破算になってしまいましたけれども、一時期はね、府市統合が、現実味を帯びてきた。僅差で、自民投票で負けてしまった、2回負けたっていうことで、結果的に、この計画はご破算になってしまったんだけれども、ただそうは言ってもですね、堺市はそこに加わらないみたいなね。で、この堺市長っていうのは反維新だったために、維新は何度となくですね、この市長選挙に臨むんだけども、頑として、その厚い壁を破れなかった。で、その時に、ある時ですね、その堺市長選挙に、維新系の候補を立てる。ね、で、その方はですね、堺の市議会議員だったんだけども、負けたら政界引退するという言い方をしてた。ね、結果的に大差で負けましたと。ね、で、ところがですね、堺市長がスキャンダルを起こして、政治資金問題でスキャンダルを起こして、もう一回再選挙になりましたと言った時にですね、松井さんが何をやったかというと、ご本人がそのかつての候補のところ足を掴んで、言ってみればもう政界から引退していた人物に対して出てくれと、ね、そうは言ってもあなたしかいないというところで口説くというところをやったわけですよ。つまり、頑張った人に対してはちゃんとね、報いていこうじゃないか、きちんと、党としてね、対応していこうじゃないか、もう終わったから切り捨てるとかね、終わったから見捨てるじゃないよと、だからみんな頑張ろうっていう意識が出てくるんですよ。で、それでやっぱり維新の地方議員っていうのは一つに結束していくっていうね、つまり結果が伴わなくてもちゃんと代表が見ててくれてるというような、言ってみればですね、ちゃんと骨を拾ってくれる、骨拾うだけじゃないですよね、次のチャンスを与えてくれるみたいなところがあるから、これが維新のいいところ、これに対してじゃあ自民党はどうかっていうと、それが一番顕著に出てるのは、
柳本さんなんですよ、うん、ね、つまり、ダブル選挙で負けました、誰も声かけない、誰も、ねえーね、それをフォローしない、うん、となると、あ、頑張ってでもね、で負けちゃったらそのままだなと、うん、だったらその家中の栗を拾うなんてことは絶対 やらないようにしようみたいなところで、うん、みんな自己防衛本能で動きづかない、うん、でだから僕はね、あの松井さん言ったんですよ、ね、柳本こっち引っ張れと、うんね、維新に引っ張った方がいいよと、そしたらもう自民党ガタガタになるから、ね、そしたらいやさすがにそれはあかんやろみたいなね、ところで実現しなかったんだけども、まあでもだからその不満とか鬱積というのが、無所属で、ね、公明党に対する嫌がらせのような出馬するってことに出てきちゃうわけですよ、これが今の自民党であり、そういった反乱とか、指を引くやつが出てこない、維新の強みなのかなと、だから松井さんっていうのはそういった意味で言うと今ものすごい求心力を持ってます、だから私はね、まあ、来年市長選になって、まあ、来年じゃないのかな、もう少し先かな、あと1年数ヶ月後にはですね、次の市長選には市長選には出ないと、ね、任期終わったら、そのまま政界引退すると、ね、ということを言ってるんだけども、まあ、あの馬場幹事長、日本維新の会の馬場幹事長にどうするんですかって聞いたら、いや引退なんかさせないと、ね、いやその方がいいですよと、引退して、京都行くなんて、住之江行くなんて言ってますけどまあ行くんだったら一緒に行きましょうねって松井さんに言ったんだけども、それもったいないから、ね、やっぱりあの次のステップを考えた方がいいですよと、まあおそらく次のステップってことを考えると国政でしょうね、まあ本人そのやる気があるかどうかは分かりませんよ、ただ、それが許さないような、だってそれは政治家冥利に尽きるじゃないですか、俺は引退すると、ああどうぞ引退してくださいと、ご苦労様でしたって言われるにも、いやいやダメダメ、ね、引退なんかも許さないよみたいな、でそれが今の維新なんです。だから橋本さんが入ってくる、ね、余地っていうのは、私はないんだろうなと思いますけどね。なるほど、まあ、国民正論的、まあ、世間的には橋本さんというのがまあアイコン的存在でありますけど、うん、まあ、中にいる人たちとしてはやっぱりこう、はい、過去の人、松井さんのまあ、人間性も含めてですね、その義理人情とか、まあそういうところってやっぱ政治で大事だなって思いますよね、はい、その自民党総裁選からまあ総選挙、うん、まあ、いろいろまあ政策も語られますけど、まあ、政策以上に人間関係とかで政治って回ってたりするじゃないですか、はいはい、そのあたりまあ面白いと思いつつもやっぱり政策で語ってほしいなという面もありつつ、うんうん、そうですね、でも松井さんがまあ国政に移って、それでまあさらに最初の話に戻ると、まあ小池さんとまあそういうのがあるとなったら、うん、なかなか自民党としても国政レベルでもこううかうかしてられないなというようなところなんでしょうか ね、うん、ね、今回全3回にわたってで佐さんにお話をお聞きしましたが、小池百合子都知事の今後の動向に注目ということで、はい、そうですね、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。ここにしかない新たな発見がある。サイエンス、テクノロジー、ネイチャー、ミリタリー、そしてドキュメンタリーの本格映像をお届けするガリレオチャンネル。チャンネルのメインとなるのは、数々の受賞歴を誇るサイエンスドキュメンタリー番組の配信。あなたの知的好奇心を刺激するハイクオリティな作品を定期的にお届けします。ミリタリー&ドキュメンタリーからは、数多くのミリタリー、ドキュメンタリー映像の傑作を生み出したワック作品からえりすぐりの映像を順次配信。ミリタリー作品では現代の戦闘機や艦船の勇姿だけでなく貴重な記録映像。ドキュメンタリー作品では環境、エネルギー問題から歴史トピックスまでを幅広くお届けします。日本ディスカバーでは、日本各地の美しい情景や人々の暮らし、そして通常は立ち入ることのできない非日常の映像を配信。その他、ガリレオチャンネルでしか見られないオリジナルコンテンツもご用意しています。ここにしかない新たな発見がある。ガリレオチャンネル。ご視聴とチャンネル登録をよろしくお願いします。